背番号27番のディフェンスの今井智樹です。そうですね、まあ、フィジカルトレーニングが多くてしっかり1年間戦い抜くことができる体作りのベースはできたと思ってます。まあ、室内でのウェイトトレーニングもきつかったですし、普通に走りのトレーニングもきつかったです。同部屋はチョンチョル選手でした。まあ、サッカーの話もしましたし、プライベートの話もしましたし、まあ、いろいろ話しました。そうですね、秘密はあんまり、あ、でも肌のケアとかをしっかりしてるなって感じです。今年の目標は勝ち点53を取れるように、リーグ戦始まったら初戦から全力で頑張っていきますので、今年も応援よろしくお願いします。大宮京都。